羽入結弦選手ショートプログラム8位、母校の恩師らが球場からエール。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。オリンピック3連覇に挑む羽入結弦選手に、宮城県内からも大勢が応援しました。ジャンプの失敗が響きショートプログラムは8位でしたが、 10日フリーの演技で巻き返しを狙います。オリンピックは勝たなければいけない場所。そう言い続けてきた羽生結弦選手が、まずはショートプログラムに臨みます。仙台では母校東北高校元校長、五十嵐和也さんの自宅に、当時の担任やスケート部オックラが集まり、エールを送ります。母校の先生らの期待を胸に演技に臨む羽生選手。 まずは最初の4回転ジャンプ。まさかの失敗。それでも気持ちは切れなかったという羽生選手。コンビネーションジャンプに続き、トリプルアクセルもしっかりと気氷をさせました。後半は良い演技でしたが、冒頭のジャンプ失敗が響きまさかの8位。羽生選手はオリンピック3回目にして初めてショートプログラムで首位に立てませんでした。 東北高校元校長井原氏和也さん。彼のスケート人生において足跡を残す四回転アクセルの挑戦と思う。彼の気持ちが四回転アクセルの成功につながってほしい。羽生結弦選手、しょうがないなぁ。コンディションはかなり良い。氷との相性は良いしっかり練習して四回転アクセルを決め切りたいです。主な選手の順位です。 世界選手権優勝のネイサン・チエン選手は首位。日本の鍵山選手が2位、宇野選手が3位につけています。羽生選手は95、15点で8位です。その羽生選手は試合後、怖いものは何もないとも話していました。誰も成功したことがない4回転アクセルを決めで巻き返しを図ります。株式会社東日本放送。 羽入結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。